はい、小口吉之と熊久保信繁、これは茶さん、熊久保は吉岡とかそういうところよりはよっぽど小口だったりやりやすいですよ、ね、いや楽だよ、昔からずっと走ってたんだからですよね、うん、そこに落とし穴はもしかしたらあるかもしれないけども、吉岡よりはいい。さあお互いが合図をして動き出します。さあ注目の1本目、先行小口吉典、後追い熊久保信繁で 300R から見えてまいります。どういうことになるか、小口がいい、繰り返して、しかし熊久保も食い込んだ。当たってるよ、ビタビタどころか、バチバチ。 300R の旗、上本の旗、 300R で熊がアンダーっぽいだね、熊久保がアンダーっぽいですね、はい、若干のコンボぐらいの減点でしょうかね。しかしここの食い込み、八千さん、このポイントはどうですか。これ戻ったらよかったですよね、戻ったらね、はい、ギリギリですよね。得点として、お、五分です。お、というのは 300R の戻り気味、はい、これは、うん、マイナスポイントとしてはでかいです。はい、大さんは五分、これもやっぱり同じですか。五分、これは当ててるからね、はい、しかもね、うん、なるほどね、示してないけどね、はい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 、はい、当てないと止まる、なるほどね、当てるギリギリまでがいいと、前が示してないから、スタートスタートスタートというところで、1本目は五分という状況で、2本目、熊久保信繁先行、あと一小口吉典で、さあ、小口がかっこいい、どうだ、くっついてくる、熊久保の顔に飛び込んだ。あんま戻ってないよ、カウンター、カウンター引いてたよ、引いてたよ、あれものすごいオーバーテイク取り、いいんだけどさ、そしてもう一回抜き返そうというところ、さあこの判定がどう出るか、旗は上がっていません、横向いてるんだよ、カウンター当たってるよ、小口ちゃんと当たってる。